You're listening to Shibuya Cross FM。渋谷クロス FM ということで僕たちがプレイスオーナーです。よろしくお願いします。はい、本日も始まりましたプレイスオーダーによるビストロレディオということで、今回ついにもう第6回目なんですよね。もう6回？そうなのよ、半年。そうだ。え、そうなのよ。絶対嘘。嘘？いや本当だな。嘘ついてるけ？本当？なんですよね。もう半年ってことで、もう僕たち半年ライブが来月あるんですけれども、うん、どう？半年ライブ、半年よ、半年。半年ね、いや、うん、そんな経った気がしない。え、嘘って言ったけど。うん、いや本当に半年？半年半年。確かに確かに。なんかでもあっという間なようで、うん、長いようで。半年って長いよ。うん、長いよね。長いよね。あっという間だった。あっという間だった。あっという間だった。なんか、うん、個人の話すると、うん、生誕去年もやらせてもらって今年も2月に生誕あって、うん、その1年は、うん、あまだ1年なんだって感じだったの、うんうん、あれ去年の生誕 あれがあれでしょみたいな、うん、まだ1年なんだの感覚だったんだけど、うんうんうん、プレイスオーダーが半年って言ってえもう半年経ったのだからもう毎日やってるやんほぼほぼ。そうですね、ほんまに毎日やってるの。ライブない日とかもほんまにやってるから、うん、だってなんかりょうたがさ、なんかツイートでさ、なんか19 days お疲れさんとか言ってたけどさ、それうちらが19 days なだけでさ、お客さん全然19 days じゃないのよね。そっかそっかそっか。プレイスオーダーの活動として、うんうん、全部含めたら、まあ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 、ラジオとか含めて、すごいレッスンも含めて。だってオフの日ってあるのっていう感じだったよ。ここ最近。いやね、結構バタバタ。ほんまに。なんで俺それについて何デイズとか何連勤みたいなのを考えたこともなかった、うんうん、俺もなかった、うん、じゃあなんかね、なんで潰れたときあれなんか新曲ネオサラバのダンスレッスンとかが、うん、といきなりぶち込まれてっちゃって、うん、で、もともとオフやった日がダンス連、ダンス連ってなって、うん、私の休みはどこみたいなそう、うん、になってたね。なったなった、うん、マジ俺全然なんなかった。あなんか休なんかそのレッスンの日も、うん、なんかなんかレッスンの日なんか休みが休みっていう感覚がなんか分かる。あメンバーのことが好きすぎて好きすぎてそういうことそうよ本当に。えみんな嘘つけって顔してるけど今そういう目してるね。うん、シュウ君嘘でしょ、うん、嘘じゃないよゆうたどう半年とか。いやでも一緒ね、俺にとっては結構早かったなっていう印象で、うん、いやーなんだろうな。前ちょっと話してたんやけど、そのユウとかまあ一緒戦乱で前のグループおったやんか、うん、あの時の活動よりも今の方が長いのよね。そうなんですよ、うん、実はあ、ユウと？そう、あ、そっか。前の活動が3、4… 3ヶ月3ヶ月、ね、3ヶ月しかないんよね。そう、3ヶ月しかないって考えたらめちゃめちゃ短いなと思って、うん、それね、もう半年倍倍よ、倍やってる、うん、もういやすごい。だから楽曲もそのね、うん、前のグループからこうやってる曲もあるし、うん、めっちゃ頑張って覚えたね。ねえまあでもそしたらそうだね。あ、ほんとお前言うとけどほんまにな、あの1ヶ月間やばかったよな。一ヶ月すごいね。7曲みたいな、6曲みたいな。そうよね、だって単独でさ、うん、めっちゃやったもんね。そうよ、頑張ったよ。ほんとに同じ月に、前の月にうちらのラストライブ終わったから、そう、覚えな覚えなっつって。確かにすごいね。バームクーヘン買ってあげる。いや買ってよ2つね、2つね、うん、買ってあげる。マジラーメンもごってな、ちゃんと。ああまだ食べてないんですよ。そう、最近ちょっと、うん、あのシュート掛け事をしてて、うんうんうん、掛け事って大変やから。しょうもないことだよ、マジで。なんかこうバーンって肩とかぶつかるやんか、うん、でもあいったみたいな。あもうラーメンいっぱいおごってなみたいな。それが週にまあラーメン7杯分溜まってるから。逆に言うと、うん、あのカニ道楽か。そうそうそう。なんか俺が、うん、なんかシュウがお腹いっぱいみたいな日があったのよ、うん、めっちゃお腹いっぱい見てよ一食みたいなって、うん、え見せてダーンってお腹めっちゃ押したのね。シュウがうわーっとかって。それでカニ道楽おごらなあかんくなってんな。そう、うん、そんなこともありました。それをツイッターでやったんだ、うん、動画動画上げたっけ。どうだったの。腹殴ってなかったっすか。殴ってたかな。うっダーンみたいな。なんかあったっけ。そんな動画あげた俺。ツイッターのグループのあれでやってましたよ。嘘嘘嘘。やってたそんな、うんうん、なんだろう、うん、え、やってた。やってたえ、俺がシュウのお腹殴った動画。急にえあれじゃない、
ありがとうございましたとかじゃない？そう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 、あーライブ後のね、そうだよね、それもそうだね、なんかやってたやってた、いろいろやってるね。あ、それカウントしてなかった。焼肉や。あ、でも今ラジオで今それ言われたことによって精神的苦痛があったから俺が傷ついてるから、ちょっとラーメンもうプラス2杯プラス9杯ね、これで9杯おごってもらいたいと思いまーす。はーい、いうことで逆に亮太とこは半年であった思い出なんか。思い出、そうっすね、うん、でもネオサラバの時に、うん、結構ゆうとくんにダンスレッスン付き合ってもらったのが、うん、思い出深いかな。あったね。てか確かになんかうちらダンスレッスンって俺らだけで入るのね、うん、でもじゃなくて亮太とゆうととジョーが3人で個人的に入ってダンスレッスンしてたよね、うん、やりましたね、うん、いや亮太くんからこうダンスこうこの日空いてるみたいな、その当日に言われて、うん、そうライブの時にね、うん、このあと空いてるって言って、あ、何もないって答えたら、うん、なんか教えてほしいって言って、うん、で1回目めっちゃすごいやん頑張ったって言って、2回目今日もダンスレッスンあるんですよとか言って、うん、ゆうとご飯誘おうとしたら、あ、今日ちょっとレタ君にダンス誘われてるんでとか言ってあ、偉いなって言ったらゆうとがご飯に来たからあれみたいな、なんで来たうん、りょうた君に誘われたんですけど、なんかりょうた君が今日無理って言いましたってお前何やねんみたいな。あった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 よね。あったあった、吉祥寺の日だ。そう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 あれは不思議やったよねあれみたいな。でも亮太君の目めっちゃ疲れてましたとか言って疲れてた。あの時はねちょっとね、あれだよね、チェキ取った時だね。そうそう、公園デートチェキ、ランチェキを取った時に、うん、そう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 、朝早かったね、朝早かったからライブもあったし、ライブが、うん、うちらはあの日な、ね、たこ焼き屋さんで飲み明かすっていう。あ、そうだね、飲み屋った、来てた。いや、来てないよめっちゃ考えたな。よっぽど変えたよダンスもしたくないし、飲みもしたくない、飲みもしたくない、お前らには会いたくない。そういうこと。早く別れたみたいな。いつも早く帰りたい。だってさ、そのボートのチェキを取ってたんやけどさ、うん、これみんな言ったけどさ、こうやってわーって言って、俺とジョーとリョータ3人のボートだったのよ、うんうんうん、で、わーって取ったらジョーが降りた時に、今日久しぶりに平和だったなって言われて俺どんだけよっぽど平和じゃないのと思ってすごい悲しかったなっていうことを思い出したね今ね、うん、まあそんなん言うてますけどね、うん、作曲、あ、聴きもらいましょうか曲ね。お、あ、いいんですか。うん、いいよ。お、じゃあこの曲はね、ほんと、あ、ほんと楽しい曲ももちろんそうなんですけど、うん、こうね、こうファンのみんなも結構好きな曲ですね、うん、結構大好評な曲になっております。それでは聴いてください、 Give Me Love。
ラブでした。今うちらでね、この流れてる間ギブミーラブをなんて略すかっていう話で盛り上がってたんですけれども、そう、俺ね、ギミラ派、ギミラ派、ギブミー派、なんどっちかって、みんなギブミーやんな。あ、うん、そうだよね。ギミラって言う？言わない？ちょっと違う、言わないよね。言わない言わない、やめましょう、そういう話は。呪文っぽいもんね。ギミラみたいな。ギラでしょ、それ。ドラクエのギラ、ギラでしょ。単純に。全員にね、20ダメージね。はい。はい、ということで、このギブミーラブのミュージックビデオが公開されました。イエーイ。もう一人にこの曲の MV はね、今日もちょっとお休みいただいてるジョー君がいるんですけれども、ジョー君とユートがね、ハドというちょっとインターネットの、番組じゃないか、なんかその企画で、優勝した暁に夢を叶えたろうということで、ギブミーラブのね、ミュージックビデオを僕たちは作りたいということで、優勝できたから作れた PV ですね。もうそこで出た賞金をすべて当て込んで、ギミラに当て込んで、作らせていただきましたね。どうでした？なんかあります？撮影の時とか逆にここ見てほしいとか。あ、見てほしいところはね、俺一択なのよ。あ、どこですか？ね、りょうたくん、どこ惚れた方の負け。あ、自分のとこね。あ、かっこいいよね。俺ハード大好きやわ。わかるわかる、ね、投げキッスね、やってた。俺もあのね、編集はちょっと携わってたけど、あそこはカットしなかった。あ、そうだ、うん、あそこはカットしなかったね。うん、あれあれいいよね。あれ歌ってる時にできないから、うん、あ、まあ、そうか、ケーってやってるから、うん、ケーって歌うから、うん、こうできないから、うん、ってやってみました。注目よ。もうファンの人はあそこでみんなスクショしてるんちゃう？してほしいですね。してほしい。してほしい。ユードあります？俺はもう自分のところですけど、うん、2番目のサビ前の、うん、他の誰かだかあれてものそこの表情を見てほしい。いや、そこの表情マジでいいのよ、うん、嬉しい。あのね、MV に使われてないねんけど、実はダンスショットでフルバージョン撮ってる映像もあるのね。で、そこのユートもめっちゃいいのよ、いつか公開したい。いつかね、ダンスショットバージョンの MV も作ってんのよ。だからなんかあったら公開したいな。うん、ね、見たいよね。見たいよね。じゃあメンバーには見せたんやで。メンバーには見せて、うん、これいいよなみたいな、うん、めっちゃ。これもなんかちょっとできたら公開しようかな。なんかあったら公開したいな。暁にはね、暁には公開したいな。暁には、うんうん、そうそうそう、暁に公開しましょう。そうなんだね。りょうたはあります？僕はちょっとさっき言われちゃったんで、うんうん、あ、ここ、あ、これ、うん、これじゃないとこで、でもジョー君のあのこれ、あ、ウィンク、ね、ナンパして持ち帰ってウィンクね。うんうんうん、これはやっぱシューがすごい遠方からダーツを投げて、まさか真ん中に刺さる、あっていうあのシーンね。いや俺ね、あそこもうちょっと、いや、マグレで当たったみたいに感じ出しちゃった俺、うん、もっとキザにみたいな感じで出したら方が、うん、もうアダーツプロなんだなって。あれ遠くから投げてるシーン一回撮って、近くからピッてて、まだ入っただけだと撮ったんやん。あ、言っちゃう？まあみんなそう感じてるよね。あんな綺麗にまだ出すとって逆に近いと、近すぎると難しいのよ、うん、あ、そうなんだ。ガンと落ちちゃって、だからその間ぐらいから、うん、当てた。入った時、あーってなった。そう、おー、当たったみたいな。1回目だから近すぎてガーンって外れちゃったから、うん、落ちちゃったの、うん、刺さんなくて、うん、で、中間ぐらいならっていった一発目だったから、うん、まあ、オッケーじゃない？ダメ？いや、よかったよかった、ね、あのシーン俺一番好き。うん、めっちゃいい、ほ、うんと、うん、俺ひとくんのは、うん、こうやってこうやってやってるところわかる？
わかるよね。どこ？どこ？わかるよね。わかるぞ。でもさ、俺あの MV 見て思うけど、やっぱりエクボ嫌いやわ自分の。またコンプレックストークになるけど。エクボは恋の落としやな。じゃない。え？エクボは恋の落としやな。桃田かな子です。じゃないですか。りょうたのりー、理解力を持って、りょうたのよー、用心深く、りょうたのうー、運気を上げて、りょうたのだー、楽しもう。まあそのミュージックビデオの撮影とか、まあいろいろすごい長いやらせといてこれ、けど、すごい大変だったよね。そうだね、うん、はいはい、俺やっぱね飲み込み早かったあの MV を作るにあたってなんかこう、まあ、すごいクラブでミュージックビデオ撮りたいとか、いっぱいダンサーさん呼んでみたいとか、なんかそういう何やってみたいことがいろいろあったんやけど、なんかこういうことしたいんだよねって手伝ってくれませんかって言った人が、あ、まあ、一組言ったら行くかとかさ、うん、お金とかもすごいさ、すごい人が安くやってくれたのよ、めっちゃで、もう言うんやったら手伝ってあげるよとか言って、なんかみんながこう応援してくれたからできた MV、うん、だからすごいなんか思い入れがあるね、うん、みんながこんなに応援してくれてんのみたいな、うんうん、だからちょっとあの MV を見て俺は泣きはせんかったけどいい MV だなと思って、ぜひ友達に勧めてください、ミュージックビデオを、ね、いっぱいリンクコピー、リンクコピーなんかないのか、リンクコピーは TikTok の言い方ですね。 TikTok でもみんな撮ればいいのよって、あれを、あ、確かにやってみたみたいな、出てたのあの衣装で、俺のあの衣装で普通にこうやってやって、みんな戻ってねみたいなのを撮ればいいよ、確かに、うん、よいよい、何が入るか分からんからね、うん、そうですよね、うん、これで流行ったらもういやらしいお金お金はい、言うてますけどねそんなお金じゃないから、みんなが応援してくれる気持ちが一番大事、ここに集まってるみんなのことが好き、みんなの目見てよ、すごいよね、うん、え、あ、え、そ、すっごい反らす、すっごい反らす合わないね合わないね、はい、言うてますけれども言うてますけれども、じゃあ行きますか、ビストロレディオおなじみのトークメニューに沿ってラジオを進めていきたいと思います。それではまず最初のトークメニューですね、ゆうとどうぞ。イエーイだよー、いや俺のね、こう企画はいつもゲームなんですけど、うん、今回の企画は、あ、違う、ゲームは数取り弾ゲーム。数取り弾ゲームって、数取り弾ゲーム、え、そうやって言うんですよ、今さっきちょっとね裏で説明しましたけど、うん、めちゃイケってこう前の番組やってたの知ってます？めちゃめちゃイケ、そう、そこの番組で流行ったこうゲームなんですけど、ブンブンか、あ、ブンブンです、ブンブンブブブン、なんとかブンブン、なんとかブンとか合間でね、こうブンブンっていうこう2拍を入れて合間を取っていくんですけど、あ、これってさ、うん、なんとか数字、なんとか数字、なんとか数字ってこと？違う、なんとかブン、なんとかブンブン、一人ブンブン、なんとか、あ、そう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 、2ターンあるね、2ターンある、2ターンあって、次の人にこう、うん、なんだろう、なんでもいいんですけど、話題というか、うん、こう、渡して、その、うん、受け取った人は、その話題の個数、単位か、うん、そう、単位を言うという、うん、やってみよう、やってみよう、やってみよう、リハーサルやってみよう、リハーサルなんかいいのか知ってる知ってる知ってる、うん、知ってる、知らない人も知らない、知ってる、あ、知ってる、あ、よかったよかったよかったやってみよう、じゃあみんなでノリノリでいきましょうね、なんでノリノリで、ノリノリでじゃあ俺から行くので、どうしようか、いつもこうマー君からこうやって言ってるから、りょうた君側からこう言ってみようかなと思って、ハート系回り、うん、ですね、じゃあ行きますね、うん、説明というかゲームの理解は OK、 分かる分かる分かる、 OK、 そうですか、分かる、はい、じゃあせーのでいきます、せーの、ブンブンブブブンからいきますね、いきます、せーの、ブンブンブブブン、リンゴ、ブンブン、一個、ブンブン、猫、ブンブン、一匹、ブンブン、2匹じゃなくない、二匹でしょ、そう、あのね、そうそうそうだよ、あの数をね、そうだそうそう、あー、いやいや、一生一やん、そしたらそうですよね、確かにその2個あるんですよ、話題のその、あの引きとか、そう、子とかをちゃんと自分で考えて言うのと、数字も増えていかないからね、数字を1個ずつ増やしていくという、
じゃ今のはもう週が間違ってるからちょっと週くんはダメ、うん、ダメこれは違ったあらラーメン突っ張ることが男の誰が出てくるの誰誰か出てくるマネージャー出てけへん大丈夫そっから出てくるんじゃない知ってる知ってるちゃんと知ってきてるうん分かんない分かんないか分かんないこんな感じですYouTube とか載ってたら見てみていやマジで、うん、じゃあ本番やろ本番本番本番、うん、本番行こう良かったリハーサル本番行こう罰ゲームあんの罰ゲームありますよあっと、うん、危ないありますけどちょっとまあそれは後々じゃあ今1個ちょっと罰ゲームしようよ1個え1個しか持ってきてないからあそうなんだそう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 じゃあ本番ね本番本番よこれ本当にあの罰ゲームちょっと今までと俺ここで回ってくるかないや回ってきますよあそう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 当たり前じゃないですかオッケーオッケーじゃあ行きますよ数字数えるのやめて数字数えるのやめてとりあえずあのちょっと手使っちゃダメ俺3ねオッケーえあーあーいいよ行きますせーのブンブンブブブンゴリラブンブン一匹ブンブンゴリラって一匹ゴリラって一匹ゴリラって一匹一匹今日一頭一匹じゃない一体俺タイだと思う俺タイだと思うゴリラって何じゃあタイ新生結一匹で合ってると思う人挙手ピキではないピキではないと思うなんかそんな小柄じゃなくない、うん、だってピキでは一匹ではないと思う人挙手え違うよねそうねそうね一体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 ってそんな頭なんかロボットみたいな一頭これ一頭じゃない一頭じゃないゴリラ一頭あれマジでゲーム回んないねこれどうなんだろうじゃあ、リョウタが罰ゲームでマジで面白くない、うん、もう一回、もう一回ワンチャンスね最後最後ワンチャンス面白いよし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 あじゃあどうしようじゃあリョウタくんから行くかオッケーブン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 ね、最初せーのブン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 え、なんでちょ、遅いのよ違う、なんかぶなんか増やしてないなそして、え、なんか置きがちりょうたくん出ましたよね一回置いちゃうじゃありょうたって、なんか質問しても置かれんのよ、なんかいつもそうなんか、え、りょうたって好きな食べ物何って聞くやんかほんなら、好きな食べ物って一回置くのよ一回ねうん、え、ぶん、ぶんぶんそうそう、うん、ぶんぶんはてなでねはてな、うん、一回もう一回やりましょう、もう一回ゴリラなしねゴリラなし、うん、ゴリラなし、でも何でもいいよ、うん、何でもいい、何でもいいよせーのブン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 いいねあ、ちょっと、ちょっと進まないじゃないですか、やばいよ正式なやつ言うくない最初に嘘言うよね正式は言うよ、正式は言うよ正式言うの言う言う最初にブン、ブン、ブン、チャラみたいなうんだから最初お題だけじゃない一人目、だからあ、じゃあお題だけにするでブンブン犬ブンブンなんたらドゥンドゥンドゥンディンドゥンドゥンでもそうじゃんブン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 犬ブンブン一匹じゃ正式やつはブンブンって言ってるってあそうなんだ絶対ブンブンって言ってうんそうブンブン一匹ブンブンなんちゃらブンブン終わりだよ大丈夫じゃあブン付きでいこう終わりだよバスケは終わっちゃう全然終わんない誰から行くじゃあシュウ君からどこから行くやグダ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 やじゃあじゃあじゃあシュウから行くじゃあもう本当に最後ねじゃあブンブンって入れよ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 じゃあ行くよせーのブン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 犬ブンブン一匹ブンブンお箸ブンブン二箸ブン二箸二箸二膳な二膳こういうの苦手かもしれないじゃあ罰ゲームは言うてほんとにだっていや待ってだってだってそうやんな二箸って何よいや今日ガチで用意してきたんですよ罰ゲームうん、うん、やってんのいいのに水これ水じゃないんですよええ何それそう100なんかレモンの100倍酸っぱいえ見せ見せでもこれ中あ中身を入れ替えたってこと入れ替えてねちょっと流してそう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 粉状のものを足したんですよへぇー一応飲まわしたかったんだけど俺が飲むじゃあ罰ゲーム自分で用意して2箸で2箸で飲んでまーす飲んでな結構うんうわ飲んでみたい結構やばいかも飲んでみたいやろの飲んでみよう飲んでみよう、うん、結構なんだてか普通に普通にレモン、うん、普通にこうレモンキュッキュッてやったわかるわかるわかる
こぼ、まあ、みんな回してる、うん、俺間違ってないしな、うん、確かにあーすごい結構だよね、すごい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 、すごい、クレオさん人にやらしたかったんだけどやらしてるよ、やらしてる、みんな飲まされたよ、まあそういうことですよ、うん、2位までしかいかなかったしな、確かに、うん、なんか2週ぐらいできるかなと思ったんですよね、うん、俺も思ったよ、うん、誰か言うて次の人でアウトだから毎回難しいね、うん、時間はもうそうだね、まあ、次のそうだね、楽しみにしてください、ありがとう、ゆうと、ありがとういや、マジで酸っぱかったね、じゃあ次、はい、リオタ、はい、リオタの一か八かの選択のコーナーです、僕が、最初にまずアンケートで結果を調べてるんで、多数派の方を多く当てた人が勝ちで、負けた人だからもう分かって、このもう必勝法分かって、もう、うん、あの一般受けしそうなものを言えばいいんやろ、そうです、うん、そうですそうです、なるほどね、うん、多数派の方を当てれば、うんうんうん、あとここにいるみんなの意見を取り入れたらいけるから、そうだよね、うん、みんな何ついてるかどうかを見る、え、まあその結果を僕が調べてるんで、あ、そうだね、そうですそことズレはちょっとあるかもしれないですね、オッケーオッケー、じゃあまずもう第1問目からいこう、いきますね、俺これ得意だからどっちの季節が好き、夏いやまあそうだよね、うん、絶対夏、夏、夏やろ、夏やろ、うん、B 冬、いやこれ俺自分の好きを信じる、え、冬、自分の好きを信じる、え、夏でしょ、夏でしょ、夏、うん、夏だよ、ね、俺冬、なんで、なんで？シュウ君だけ B。夏？夏、え、ここにいる人みんなほとんど冬だで。暑いの嫌いみたいな。汗かきたくないみたいな。うん、冬？すっごい根付いてるけど。夏？夏やんな。あ、夏一人。夏一人？夏ソロ活動？夏ソロ活動。俺も夏。俺も夏。りょうたくんは？俺でも冬かも。じゃあ冬冬。どっちかといえば。じゃあ理由はね、俺暖房が嫌いやねん。あ、冷房は好きなんです、冷房は大好き、でも分かるか、分かる、うん、なんかその寝るときにさ、めっちゃ引き、バーツはめっちゃ涼しいってなるやん、うん、でも暖房ってさ、あったかいけどもわんってするの嫌なのよ、あー、だから、うんうんうん、この感じ、うんうんうん、あ、このここはすごい快適なんですけど、ここはめちゃくちゃ快適なんですけどいい、ここの暖房は大好き、うんうん、この感じが嫌な、このか、うん、うん、ちょっとベタベタディスるやんあ、ストーブは好きやで、暖房が嫌い、 あ、なるほど、あれ分かります、分かる、うんうん、なんかもわっとしてちょっとなんか気持ち悪くなっちゃ う、でもここはそんなことないよね、ここはない、ここはないスタジオがいいやろな、やっぱりここ、すごいわ、すごいよな、うん、これからもよろしくお願いしますね、はい、で正解言いますね、はい、正解は、うん、56% で夏です、あんたら少数派で言うとけど、結構でも僅差、ね、確かにほぼ半分だ、でも冬の方がイベント多いから、クリスマスとか正月とか、あ、いいよね、そうか、いいよね、でも雪国の人は絶対夏の方がいいと思うで、北海道の人とか、ああ、まあそうですね、うん、それは、え、なんでそんなとテンション下がってんの、いや考えてた、なんかうんって怒ってる怒ってるよね、怒だ、怒ってないよ、プンプン丸、全部で3問用意してるんで次いきます、どんどこい、第2問は、自分が女性になったつもりで、よし、考えてください、みんな女の子です、うん、気持ち味女性、みんな女の子のつもりで、第2問目いきます、うん、自分の恋人だったら、うん、より嫌いな男性は、うん、金遣い荒い人、ちょっと待ってください、あ、ごめんごめん、全然話しない、デート代が全額彼女持ち、嫌でしょ、 A、うん、A がデート代が全額彼女持ち、うんうん、B が食べ方が汚い、うわー、くちゃくちゃ、いや、うん、B だね、 B だ、 B だね、 B、うん、A か B だよね、うん、A か B だね、 B だよ、 B だよね、 BBB、うん、お金なんか自分でどうにかするけど、食べ方はあんたがしてって感じやんなすげえ、でも女の子ですよ、あ、そっかそっかそっか、でもこれ男の子を飼いたい女の子もおるから、あ、そっちパターンね、せっかくおごるんやったら綺麗に食べてって、おどうこれはもう全然共感入れてないよ、ね、近かったね、すごい、うん、正解は、正解は、デート代が全額彼女持ちです、嘘でしょ、の方が嫌なんだ、え、ほんま、嫌いな方はそんなことないやんな、出す出すじゃあここみんな少数派の集まり、少数派の集まり、そういうことだよね、え、だって食べ方きた、でも俺ご飯結構残しちゃうタイプやねんけど、うんうん、ね、
昨日も焼肉行ってる。確かに、うん、普通に最後冷麺お願いしますとかって冷麺ほとんど残したしな。確かに俺残さんかも。残さんよね。めっちゃ残さない。え、ちょっと聞いて、行ったやんか。で、焼肉食べに行ってさ、あの大盛りご飯ってあるやん、ライス大みたいな、うん、で、ライス大って頼んで、で、食べ終わった、あーお腹いっぱいあったなーつって、店員さん呼ぼうって呼んで、ライス中お願いしますって、ライス、うん、また追加したんやね、この人。すごい。え、りょうたくんもだっていっぱい食べるもんね。焼肉はなら食いますけどね。え少数派ごめん残して、ごめん残して、冷麺食べて、冷麺残してじゃあ冷麺はお酢入れる。お酢、冷麺に俺めっちゃ入れんのね、お酢を。で、そのお酢がなんかお店独特のなんか、うん、このお酢、うちの店でアレンジしてるんですよみたいなお酢やったの。で、めっちゃ梅の味がするのよ、その。で、なんか梅、うん、言ったよ前も梅あんま好きじゃないけどみたいな。 あでもカリカリ梅、カリカリ梅だけ好きなんよ、うん、もうほぼ梅のなんか冷麺みたいなって。はい、次の問題行こう。ちょっと気になるけど、はい、最終問題も、はい、女性になったつもりで考えてください。また今1ポイント、うん、1ポイント0ポイントだよね、俺。そうだね。じゃあこれでチャラになるかもしれないわけ。よし、最終問題は自分が女性になったつもりで結婚するならどっち、はい、A ブサイクでお金持ち、 B、あ、これでも女性じゃなくてもいいんか、両方に聞いてますね。どっちでもいいです。はい、ブサイクでお金持ち、A がブサイクでお金持ちか、うん、B がイケメン美人で貧乏。貧乏？貧乏。あ、貧乏？買うか金かってことやんな。そうですね、そうですね。結婚するなら。結婚するなら。見ないでください。答え載ってるね、ここ。あ、ほら、見てない、見てない、見てない。結婚だもんね。付き合うじゃなくて。うん、結婚？これはドキドキ二択クイズですね。ていうか、いや、そもそも買うとかお金で選んだことないから。性格でしょ。究極の二択なんで。性格でしょ。そうだよね、究極の二択なんで。性格やんな。強いて言うなら金って感じ。強いて言うなら優しい人かな。答え出てる。ブサイクで優しい人。ブサイクなんで。なんだろう。よく言うやん、うん、何、美女は3日で飽きるけど、あー言いますね、ブサイクは3日持たへんって、うん、3日持たへん。逆、そうなのって俺は習ったけど。そうなの。違う、違う、違う、違うよな、違うな、違う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 、買おうかお金か。まあ当てに行くでもいいですし、自分の意見じゃなくて。当たんないよこんなの。答えは沈黙。え、それや、何、何も言わないが答えや。そういうやつ、引っ掛けクイズやこれ。そうなんだ、危なー。そうや、4問目あるってこと。危ねー。ないよ。あ、違う、 A も B もこれは正解がないの。 C だ、沈黙。あ、なるほどね。 C ね。これハンターハンターね。わかるわかる。みんな回答しないでいいんだね。逆転ないけどいいの。あ、じゃあ待って。確かに。結婚するやったらやろ。結婚するな。金持ちを整形させるから A。 あ、まあまあ、金、お金があってブサイクを整形させる。なあ、これや。 A だね。一休さんみたいな。トンチを、トンチを聞かせて。うん、正解は A だと思う。うん、あ、っていうか一君しか聞いてない。みんな A、 A だと思う。俺も、うん、みんな A。 正解はブサイクで金持ちでした。ほれ、 A。 イエーイ。全然嬉しくない、この、うん、なんか、この正解なんか、うん、なんか複雑、うん、いや、当てに行った話。当てに行ったから。そうそうそう。俺は、俺は優しい人。俺はな、背が高くて優しい人。パラッ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 パッパッパッ。紹介しますって。あ、ごめんなさい。世代が、世代が違うんだね。総合で勝ったのが、うん、ひとくんとゆうとくんです。イエーイ。何くれんの。コンビニで何か買います。ほんま。あ、でも俺前回のまだない、もらってないから。あげたよ一回、俺水買いに行ったもん。それ前々回、うん、水。じゃあこの後の前にコンビニ寄って買ってもらおうか。じゃあみんなに水ね、買います。いいよ。嘘嘘、俺は嘘。よし、まあ盛り上がってきたところでね、はい、もう一曲聴いていきたいと思うんですけれども、今回初披露なんですよ。初、これレコーディングしてて音源としてまだ出したことないのよ、うん、そうだね。だから初めてここで公開します。そうだね、うん、じゃあちょっとどうぞよ。はい、これね、僕とりょうたくんが頑張ってメイン曲としてね、いただいた曲なんで、聴、うん、いてください、翼。まあ
しいことがあってもそう笑い飛ばして、今日も僕ら手を取って明日に向かって行く。誰も一人じゃないから、何も怖いことなんてない、だから気づけたよ。そうさ、僕らの明日を作るのはここからだ。なんだかうまくいかない時やっと公開できたね。レコーディングしてもこれ1ヶ月以上経ってるよね。経ってる、うん、経ってる経ってる。早く公開せえやって逆に話したんですけど、まあそんな僕たちなんですけれども、まあライブではもうさせていただいておりますが、新曲ができました。うん、いや、どんな顔してんの？どんな顔してんの？曲みたいな。じゃあタイトルいきましょう。せーの、ネオサラバということで、ネオサラバの曲をライブでね、発表させていただいているんですけれども、シュウ君、どうよ、ネオサラバ。いや、いいね、うん、推しポイント、推しポイントは見てほしいところ、最後の何だっけ、愛素直で言いたいだけなそこで、乗った時は最後、うん、もっと、ね、言うんだよね。あ、そうだね、長く続く、気分が乗ってたら、ほんまに最後までフェイクを伸ばそうかなっていう、うん、そこですか、推しポイント。ごめん、出てきた。でも推しポイントは本当に、でも、うん、すごい歌ってても気持ちのいい曲だから、うん、もう、うん、こっちの気持ちもあるのよ、そのね、うん、そこに、うん、あ、俺のこのフェイクに乗っかってんのね、うん、そう、うん、言いたいよね。わかる、わかるよね、うん、そう、もう順番にね、明日ね、やってね。あ、じゃあ明日やらせていただきます、うん、やってください、よっしゃー、うん、あすね、そうです、ね、そうです、ラスサビはもともと全員じゃなかったんですよ。全員じゃなかったの。そうそうそう、ね、全員じゃなかったけど、うんうんうん、シューが最初だよね。シューのところも歌うみたいな、みんなでそこまで歌うみたいになって、うんうんうん、願うことは輝くことをみんなで歌うかみたいな、うんうん、え、ちゃうかったっけ。そうです、そうです、歌うみたいな、うん、あ、そっから一人に、あ、そこまでが全員で、そこから一人にするみたいな話になってて、いや、歌おうってなって、じゃあ俺続きも歌いたいってなって、全部歌おう、全部歌おうになった。それぐらいね、やっぱみんなでね、うん、そこは伝えたいよね。いいね、うんうん、どう、逆にでもないけど、リョータとかは。僕はちょっと最近ひとくんにここのダンス違うよって言われたんだけど、あの、うん、愛も夢もスピールバーグね、うん、この振りが好きです。あ、好きなんです。歌詞も好きなんですけど、いいところ間違ってんの、ずっと。確かに、こ
これが好きですあのねあその、うん、このダンサーさんは、うん、あの振り付けしてくれてる人は、うん、ギブミーラブとか翼とかの振り付けをしてくださってる人で、結構ねあの注文を全部叶えてくれるのよね、うん、でネオサラバも、まあ、ネオサラバは好きに全部任せたのよ、うん、もう注文ノータッチでもう好きにやってくださいみたいな、ね、なんか愛も夢もスピルバーグってどんな振り付けなんだやろみたいな、うん、そうボーリングやったね、うんうんいるば、な、なんていうのね、あれどういう意味があるのよね。すごいね。うん、あれがあれでのすごいね、うん。そうそうそう。てか構成がすごい。すごい。いや本当に。あのさ、一人一人歌うところのぐるぐる回るところ、あの順番とかまず、ね、振り付け入った瞬間奇跡やなと思った。うわーみたいな。うんうんうん、すごかったよね。感動したよね。うん。マジで。ダンスもね難しかったしね。ゆうとは？俺はそうですね。うんそこの、うん、今言ったところのダンスもそうですけど、うん、あとはまたちょっと個人的なところでジャンプするところあジャンプするところあじゃあジャンプもねそうジャンプもちょっと見てほしいんですけどそれは他にあの歌詞として夢に汗流した愛だけが好きで、うんうん、そこを自分もらえたから、うん、そこはもうめちゃめちゃ感情込めて歌ってます、うん、いいよね、俺はユートのあそこ好きよ、うん、すごいあ、マジですか、うんあの歌はもう一番伝えたいのがそこやのよ。うん。だから夢に汗流したいだけ、うん、愛に素直でいたいだけを言いたいがためにうんたらかんたらうんたらかんたら言ってるわけよ、うん、愛は夢はどうだこうだ羅針盤がどうとか言ってるけど結局そこさえ伝わればいいなと思ってるので、うん、そこが一番伝わってほしいですねねえ、うん、嬉しいだからそこをもうねゴリ押しですゴリ押しゴリ押ししてるいいよねうんそうそうまあ、この歌はさ、なんか前自分がね、いたグループの歌から引っ張ってきてカバーさせていただくことになったんだけど、うん、その前のグループの時の話ちょっとなんねんけど、もともとある歌を歌ってたんよ、自分たちって、うん、その作曲者の人が作ってた曲を俺が歌うみたいな感じだったんだけど、うん、ネオサラバに関してはもう当て書きで俺の歌詞みたいな歌だったのよ、うん、マサヒトならこう思うかなとか、うん、マサヒトだったらこうなこと歌いたいかなみたいなのを、うん当て書きで書いてくれたからこんなに口酸っぱく言うわけよああだこうだみたいなだから大事にしてこう ねありがとうございますちなみに作曲してくれた本人もあのライブ映像を見て泣いてしまうって言って感動してましたけど、よかった感動してたねよかった、うん、なんかすごいね個人的にすごいプレッシャー感じてたんですよねなんで、うんいやその元々やってって、うん、でそのね正人ファンもいるわけじゃないですかここ全員はさその作曲者、まあ、俺のまた元グループの人と1回は飲みに行ってるから、うん、全員紹介しますって言って、うん、シューがねすごいお気に入りやったっていう、うん、ありがとうございます、うん、シューのことかわいいかわいいかわいい言ってたわそういえばなあ、うん、また飲もうねみたいな嬉しかったユートもね、うん、懐かれて、懐いて懐いて、うん、また飲もう言うてはいリョータはなんか、リョータとか家行ったやんなえ一緒に家行かんかったっけ行ってないです行ってないか行ってないですあれどこで飲んだん飲み屋さんあ、飲み屋さんねあの、飲み屋さん行くやんかでさ、あの、体温測定みたいなあるやんあの、そうで、俺とそのジンがね、飲んでてりょうた呼ぶかっつってりょうたを呼んでりょうた緊張してたんやろなめちゃくちゃ緊張しててめっちゃ走ってくんのよでバーッて走ってきてじゃあ失礼しますピーって37.8 みたいになってでえっとか言ってで入れんくてりょうたのせいで店変えるっていうねごめんなさいやばマジで汗だくだったのそう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 あれ気まずかったな気まずかったなまあまあこれからもそんなね曲をいろいろいい歌をね歌って作っていけたらなと思っておりますので何卒よろしくお願いいたしますみんなもね好きになってくれたらいいなネオサラバもね PV とか作りたいよねレコーディングしてねねみんなが応援え翼はあ負けちゃったからなしあのハード翼のハードでさ俺らが勝ったらさ翼あったからみんなが応援してくれたら翼の PV も作れるからうんみんなが応援してくれたら作るからでそもそもだって応援されへんのに作ってもしょうがないやんがうん応援されてるから作れるわけであってなそうですねそうよ聞く人がおらんくなったらラジオもできひん確かに見る人がおらんくなったらテレビも終わってしまう聞く人がおらんかったら俺らだって仮想できんくなってしまうでもそうはなりたくないなりとうないんやな
そうだね、はい、本当にそう。はい、じゃあ最後告知だけでもしようかな。え、もうそんな時間？うん、もう言うてあと3分とか。マジ？うん、ほんとだ。まあね、まあ何回も何回も言ってますけど、Give Me Love のミュージックビデオが公開されたので、ぜひぜひ、いっぱいいっぱい見てくれたらなと思っております。再生回数増やしてね、うん、1000回、2000回、1万回目指していこうよ。でも一人何回見ても意味ないんやんな。え、そうなの？1日に1回カウントっすね。そうなの？そうなんだ。1カウント。初めて知った。だからいろんなブラウザ使って見てもらうしかないな。パソコンから携帯から iPad からいっぱい見てもらって、楽しんでいっていただけたらなと思っております。で、4月14日で、4月14日、うん、もう1ヶ月切ってるやんね。全然余裕で、やばいね、うん、僕たち結成して半年です。このラジオも6回目で半年、うん、ね。そう、ということで半年の記念のワンマンライブございます。今ちょうどね、いろんな企画とかもお話ししてたりとか、ライブのセットリストああだこうだって言いながらやってるので、ぜひぜひ楽しみにしておいていただいて、チケットの最前チケットはもうね、おかげさまで完売させていただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。なので最前じゃない普通の方のチケットをね、買っていただいて、うん、来ていただけたら嬉しいです、ね、100枚売れたら無料開放、はい、うん、のとこができるのかな。はいはい、なのでぜひぜひお買い求めいただいて、遊びに来ていただけたらなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。場所は初台ドアーズです。です。初台ね、初め初ライブもそうやんな。そうだね、うん、あ、そうだ。あ、ごめんなさい、ちょっと第2期なんで。あ、なかったんですよ。2期メンバーなんや。2期メンバーなんですよ、唯一の。まさかの、ね、初期ライブが決まってたのに、しゃ、初披露頑張ろうねっていう時に言うとか、別の仕事でおらんくなる、ね、前日に前日にもうすごいマネージャーからめっちゃどうしようマークみたいな、なんすかなんすか、明日緊張してますよねとか、ヒュートが来れないみたいな。え、なんでこんな時に仕事入れるんですかみたいな。そんな感じでしたけど、抜けられない仕事がね、あって。そう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 、まあ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 、はい、半年ね、これからもまたまだまだいろいろあるかもしれないけれども、頑張って力合わせて乗り越えていきまーしょーい。いや、打ち合わせなくよくできたね。確かに。あ、そうそう、あのさ、ライブの時の前にさ、掛け声をしたいやんか、したいの。なんてやったらいいと思う？冷静丁寧正確に AKB チーム A みたいなやつですよね。そのもすごいじゃねえか。やつあれいいっすよね。え？あ、パチパチしてくれてる。パチパチしてる？ね、してるよ、ね、してるよ。それ、ね、あ、すごいじゃん。えいってやってるのがいい。でもさ、普通に今まではさ、じゃあえいぐらいで うん、やってたけど、うんうん、もうちょっとなんかうちらだけのやつ欲しくない？うん、なんかプレスオーダーっぽい。プレスオーダーっぽい。うん。じゃあ俺昨日言ったやつじゃないの？何？え？ We are P5! Give Me Love の MV の、 あの最初あの F4 をイメージしてるから、多分そこ見ておいてね、階段降りるところ。そう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 。うちらは F4 だぜみたいな、お前らどけどけみたいな感じで降りてきてるから、じゃあそんな感じで終わりかな。はい、それでは僕たちがプレゼントしました。